フィアット・フィオリーノは、イタリアの自動車メーカーである、フィアット社の小型商用車である。この社名は、フローリン金貨として知られる、イタリアの古い貨幣から来ている。最初のフィオリーノは、フィアット127シリーズ2の後部に高さ1.3メートルの箱状の過失を乗せた、ハイキューブデザインの車であり、この後に、いくつかのヨーロッパの自動車メーカーがこれを真似た。 1977年11月初めに発売され、1980年にフェースリフトを受けた。エンジンはフィアット127と同じものを使用していた。第一世代のフィオリーノは、ブラジルのミナスジェライス州とアルゼンチンのコルドバにある工場で生産された。ピックアップトラック版はブラジルでフィアット147式と呼ばれた。セアとフィオリーノピックアップフィオリーノは、 スペインでは、セアト社とフィアット社の合弁事業により生産され、イメルバ127ポーカーと呼ばれ、パネル版とピックアップトラックが提供された。1986年まで生産された127ポーカーは後に、セアト・フィオリーノと解消され、セアト127と同じエンジンを搭載した、セアト・テラに代替された。スペイン製のフィオリーノは、バルセロナにある工場で生産された。 1984年にブラジル製のフィアットウノを元としたより近代的なモデルが発売された。第2世代のフィオリーノはパノラマトピックアップトラックのボディでも提供された。この新しいフィオリーノは1988年から2000年までヨーロッパ市場を向けにイタリアのボローニャで生産された。フィオリーノはヨーロッパうちで特にパネル版モデルが大きな成功を収めた。 1992年にフィアットティーポの影響を受けた新しいスタイリングでフェースリフトを受け新設計のプラットフォーム新しい内装より環境性能の高いエンジンを取り入れたヨーロッパ市場での最後のフェースリフトは1997年に実施された1994年にフィアットミンレのプラットフォームを与えられた新しいモデルが南アフリカ共和国で登場した ブラジルのミナスジェライス州にある工場で生産されている。このモデルは現在でもブラジル、パラグアイ、アルゼンチン、チリで販売されている。第二世代のフィオリーノは当初アルゼンチンでも生産されていた。100万台以上のフィオリーが南アフリカで販売された。2004年にフィアットドブル風の顔周りを備えた新たにフェイスリフトを施されたモデルが登場した。 2009年には新しい赤色のフィアットのロゴを車体全面に取り付けられた新しいモデルが導入された。フィオリーノはフィアット社が中華人民共和国での生産を承認した最初の車種であり、1996年からパリオとシエナが登場した2001年まで生産された。エンジンはフィアット1.7リットル8ボルトの自然吸気版とターボチャージャーフ版。 1.4リットル 8V ファイヤー、ガソリンエンジンと南アフリカでは1.0リットルと1.5リットル、8ボルト、ブラジルではガソリンとエタノールの双方で稼働するフレキシブルヒューエル技術対応の2種の 1242cc エンジンを搭載している。ありがとうございます。